皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。悲しいニュースが飛び込んできました。麻婆豆腐をはじめとする四川料理の第一人者で、人気料理番組、料理の鉄人で活躍した料理人の陳建一さんが3月11日、間質性肺炎のため、東京都内の病院でお亡くなりになりました。享年67歳でした。そこで今回は料理人の陳建一さんを偲んで、陳建一さんのこれまでについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。陳建一さんは日本に初めて四川料理を広めたとされる料理人陳建民さんの長男として生まれ、父親の経営する中国料理店で修行を積みました。父親である陳建民さんは結婚後に日本へ帰化済みだったので、陳さんは出生時より日本国籍であり、本名も父親が帰化後に改姓した東姓なのですが、料理人としては父の旧姓である陳姓を名乗っていました。1990年に父親の死に伴い、四川飯店のオーナーに就任すると、強い辛さが特徴の四川料理を日本人が受け入れやすいように香辛料の使い方などを試行錯誤し、中国本国とも一味違う独自の料理を確立しました。中でも麻婆豆腐の調理では第一人者として知られ、現代の名工に選ばれたほか、2013年には黄綬褒章も受章しています。そんな陳さんを一躍有名にさせたのが、1993年フジテレビ系列で放送された料理の鉄人です。1999年の番組終了までレギュラー出演し、一躍有名人の仲間入りを果たしました。陳さんがオーナーシェフを務めた四川飯店グループは、赤坂や池袋、六本木だけでなく、静岡や名古屋などの中部地区、徳島、呉、松山、博多でも店舗を展開する一大企業へと発展しています。しかし一方、人間ドックで肺がんが見つかり、手術治療を受けており、この療養のために2010年頃から経営の第一線は息子の陳建太郎さんに譲っていたのですが、陳さん自身はその後も後進の指導に当たっていたそうです。また料理の鉄人放送終了後も、今日の料理に講師として出演するなど、マスメディアに多数登場していました。そんな陳さんが活躍した料理番組料理の鉄人ですが、陳さんは黄色のコスチュームをまとった中華の鉄人として名を馳せています。登場シーンでは片手に中華包丁を手にしていましたね。和食やフレンチの鉄人は途中交代していますが、陳さんは番組開始当初から最後まで出演し続けた唯一の鉄人であることで有名です。そして陳さんは史上初の敗れた鉄人でもあったのです。挑戦者は同じ中華料理の丁和彦さんで、実は陳さんを破った丁さんも中華の鉄人の候補だったそうなのですが、丁さんは辞退しているのです。鉄人として初めて丁さんに敗れた際は、陳さんはショックのあまり多摩川の土手で2時間以上も呆然と座っていたと同番組の特番で語っています。そんな陳さんの父親である建民さんは、日本に四川料理を紹介した功績を称えて四川料理の父と言われており、陳さんの得意料理であるエビのチリソースは父親のレシピを受け継いだもので、 TBS の番組噂の東京マガジンでも披露されています。冷凍エビの臭みを取るために一旦茹でてから、かなりの短時間油で揚げるというアイデアで、油が跳ねるため多少危険な調理法でもあります。しかしこの調理法は素晴らしく美味しく仕上がるということで、一般の方からも人気があるのです。番組でも常に父親と比較され続けていた陳さんですが、番組出演によって父を超えたとの声が。そして以前から陳さんは何かに挑戦する必要性を感じていたとのことで、料理の鉄人は番組構成に興味を惹かれて出演を引き受けることになったそうです。6年間という長い放送期間中、陳さんは何度か番組を離れることを考えたといいます。番組が始まって以来、オーナーシェフを務める四川飯店は連日予約でいっぱいの状態であり、店をしっかり守りたいという思いがその主な理由だったと語っています。また番組開始3年目には実母の死など私生活上の要因もあり、実際に降板を申し入れているとのこと。しかしフレンチの鉄人である酒井博之さんに説得され、どちらかが辞めるときには一緒に辞めようという約束で鉄人を継続したというエピソードが残っています。
こうして陳さんは6年間で92回の戦いを重ねました。成績は67勝22敗3引き分け、勝率は 72% です。そして19連勝という鉄人史上最長の連勝記録を持っています。当初は最も弱い、女性挑戦者に弱いなどと言われてきましたが、陳さんは戦うごとに成長を重ね、名実ともに鉄人の重責を担う存在となったのです。そして最も壮絶だった戦いはラトゥール・ダルジャンのドミニク・コービーさんとの試合でしょう。1戦目で引き分けたため、2戦目で決勝を行うのですが、またも引き分けとなってしまいます。ここで主催の加賀武さんが両者とも勝利と宣言した勝負は同番組6年間の歴史の中でもただこの一度だけなのです。こうした鉄人としての多大な功績とは裏腹に、陳さんはいつも愛嬌たっぷりで、勝利すると毎回ほっと胸をなで下ろすという純朴な面を持っていました。そんな陳さんは調理中にしばしば蒸気が立つ鍋の中にお玉を入れては味見をするのが特徴で、味見を終えるとまたそのお玉で調理を続けていました。番組の中ではこの習慣が出ると陳がまた食べてるとユーモラスにコメントされていました。時には清潔感について指摘されることもありましたが、今日の料理で陳さん自身が語ったところによると、お玉に口をつけると火傷をしてしまうため、実際にお玉に口をつけているわけではなく、口をつけないギリギリのところで吸い込むという中華料理人の技術であるとのことで、口をつけたお玉で料理をしているという指摘については明確に否定しています。いかがでしたか？テレビを通して四川料理を世に広めただけでなく、実際に料理人としても店に立ち続けていた陳建一さん、陳さんの座右の銘は父親である建民さんがよく言っていた料理は愛情だそうです。子供の頃の夢は野球選手だったそうなのですが、その夢を諦めて料理人になることを決めたのは陳さんが高校生の頃だったそうです。幼少期から学校に持っていく弁当も四川料理だったため、タコさんウィンナーに憧れていたという陳さん、趣味はゴルフで、目標はハンデ70を切ることという腕前だったそうです。そして生まれて初めて作った料理は中華料理かと思いきや、なんとマカロニグラタンだったそうなのです。普段食べていたのは四川料理ばかりだったので、小学校3年の頃に銀座の富士屋レストランで食べたというホワイトソースのマカロニグラタンが新鮮で、感動のあまり料理の本を見つけて作ったと語っていました。子供の頃の印象というのはとても強く、ホワイトソースの印象が残っていたのでしょうね。もう陳さんご本人の料理を食べることはできませんが、素晴らしいレシピが残っています。皆さんも機会があればぜひ陳さんのレシピで麻婆豆腐を作ってみてください。陳建一さんのご冥福を心よりお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。